M エディターの紹介ビデオにようこそ。ここでは M エディターバージョン8の新機能を紹介します。M エディターバージョン8の最初の新機能は巨大ファイルコントローラーです。巨大ファイルコントローラーを使用すると、以前よりもさらに大きなファイルを開くことができるようになります。それでは実際にこの機能を使用してみましょう。 まず巨大ファイルを開きますすると巨大ファイルコントローラーが自動的に表示されますここで停止ボタンをクリックするとファイルを開くプロセスが停止しますそしてファイルの開始位置と終了位置を指定することができますまたファイルの開きたい範囲を指定することもできますファイル全体を開くか最初を開くか最後または中間を開くかを決めます ファイル内のどこでもどの範囲でも開くことができます。それではファイルの最後の部分だけを開くことにします。適用ボタンをクリックするとファイルの最後の部分がオープンされ表示されます。巨大ファイルコントローラーを使用して選択した部分に変更を加えてもファイル全体が保存されます。巨大ファイルコントローラーを使用すると一時フォルダの残り容量とファイルサイズを監視することができます。単位は バイトとテラバイトの間で変更することができます。